神戸市教育委員会は、兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目3の3、神戸ハーバーランドセンタービル4階に拠点を置く神戸市の組織。神戸市内の教育に関連した調査などを行う行政委員会である。事務局組織は、総務部、指導部、社会教育部など分かれており、それぞれの部門には、書務課、教育企画課、教職委員課、 学校整備課、学校計画課、指導課、特別支援教育課、健康教育課、人権教育課、障害学習課、文化財課、スポーツ体育課がある。2021年6月、神戸市教育委員会が私立中学校向けの共通モデル制服、神戸モデル標準服のデザイン案を公表した。導入するかの判断は、各学校の判断だがブレザー型で、 神戸ベタータンを用いた4パターンの中から一番票数が多かったものになる。その後投票を受けて C 案を基本とし今後サウンディング調査を行う。導入の経緯としてはこれまでの各校で導入されてきた制服の高等及び全国の中学校、高校で議論されるようになってきた性の多様性である。2019年10月7日、同年8月末以降、 組体操の練習中に、児童や生徒51人が負傷、うち6人が骨折したと発表した。市内では、前年度までの3年間に123件の骨折事故が起きており、久本貴造神戸市長が見合わせを要請していたが、教育委員会は、一体感や達成感が得られる演目だ。すでに練習を始めた学校もあるなどとして、継続していた。 2019年10月4日、スマクの私立小学校に勤務していた20代の男性教員が2018年以降、複数の同僚教員から学校内外で身体的な暴力暴言、性的な嫌がらせなどを内容とするハラスメント行為が行われていたことが判明したと発表した。教育委員会は同時に、当該の20代男性教員の他にも3人の20代教員も、 暴言やセクシャルハラスメントを受けていたと発表。加害側の教員らは、制度上は、有給休暇を取らせている状況であるなどの説明もなされたほか、これらの件に関する人事異動や関係者の処分については今後事実に基づき厳正に対応することが報告された。2020年2月10日、神戸市教育委員会会議にて、市教委総務課で、 会議の調整役を務めていた39歳、男性係長が、橋から飛び降りて死亡したことが報告された。当事案発生後、会議の増加により負担が大きくなったことが原因と見られている。ありがとうございます。